upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone. タゲ様のアジトまでの道のりは長いわ。ハヤトさんに食べ物のことで文句を言われたくないわね。無限様の装備姿、はあ、日に日に疲れが増してくるわね。さてお前たちには影様の栄光のために死んでも。機は熟した。大将隠れている。くそ危なかった。とっととずらかろう。千代夫人は私たちをもてあそんでいるのよ。きっと物音を立てずに。どうやら本当に囲まれてしまったようだな。あの出口を作っておいてよかった。正面から出ていたら。千代夫人が影様に私たちの首を刺した。していたでしょうね。ここは険しすぎる。あが刃は鋭い。手裏剣術。いい手ね、ハヤトさん。簡単だ。あんたもこれを使いこなせるようになってくれ。そうね。後で教えてちょうだい。正面から出なくてよかったな。あのお方はどうやって我らを見つけたというのだ。この格好。隠れ家を知っているのは上様の信頼できる忍びだけのはずだ。残念なことに千代夫人はかつて上様が最も信頼していた国の一なのよ。どうする、井戸の中に入ってみるか。確か雪殿がその道を見つけたのでしたな。賢い子だ。姿を隠すためには泥の中を這うことも厭わない。いつの日か屋上からの飛び降り方を教えてくだされ。あんたのその装備なら飛び方を学んでも変わらんだろう。移動中よ。幕開けね。待っているぞ。突入する。水のように動け。手裏剣が使える。奴の噂は知っているだろう。警戒を怠るな。時間は無駄にしないわ。優雅な解決法ね。狙いは外さない。行き道がないぞ。突入する。音を立てるな。この袋
の中のネズミ。水のように動け。勝利は近いぞ。音を立てるな。いただくぞ。水のように動け。誰もここから逃すなよ。いいな。突入する。静かに。突入する。隅々まで探して、すべての茂みをつけ、奴らを見つけろ。音を立てるな。静かに。奴らの死体を俺の前に並べろ。すぐにだ。水のように動け。道がないぞ。静かに。そうだな。突入する。奴らを逃がすわけにはいかないのだ。分かっておるな。頂戴する。突入する。手裏剣が使える。せっ、いや今の。静かに。探せ。どこかに隠れているはずだ。音を立てるな。剣術。よいしょ。やつらは遊びに来るぞ。水のように動け。あ、静かに。道がないぞ。突入する。